はい、それでは高野プロに押し玉、引き玉とかひねりとかスピンのコツをお伺いできればと思います。押し玉からお願いします。植え付けば押しの回転になるっていうのは分かる。はい、それ大事なのが球の軌道という、球の軌道、キューイング、その球の振り方。押し玉の時って上構えるんです。その時に一番大事なのが球を寝かすこと。その分かりやすいのがレールの高さあるじゃないですか。ここから構えた時ってみんな押しやすくないですか。しやすいです。とか引きやすい。この高さがベースで考えてもらえる。まあ人によってね、指の長さとかもあると思うんですけど、はい、この高さを押し下で作る。なるほど、今の高さで覚えてそれを再現する。で次に大事なのは押し玉の時ってこの角度ですよね、水平に考える。これみんな引き玉と押し玉の時のスイングをテイクバックの形を一緒にしてるからバラバラになっちゃうんですけど、例えば押し玉の時はテイクバックの時上げない、球尻を上げない。上げない、上げるとどこ向かってます？下向かうですよね。はい、だから一番分かりやすいのはここに手を置いてコーナー、コーナー手を置いて、球を置いて、はい、こことここにつくようなストローク両方とも、へえ、そうすると水平に、あ、こういう形なんだって右手が分かるんで、2つとも2箇所がすってる状態を、それが水平じゃないですか。うん、あの上の胴体みたいな、何回か試して覚える、試したこんな感じで振るんだって思って、うん、台に当たると思ってるんですよね。はい、だからこう上がっちゃうんですけど、それをこうなるべくこう台に当たるイメージでこう引いて、じゃあみんな台に当たると思ってちょっと怖がってっていう、ね、そうそう、意外と当たらない。なるほど。で最初ここでやるとここに台ないんで下に引きやすい、うん、で最初はそこでやってもいい。その右手の形的にみんなこう肘を動かさないようって考えるんですけど、うん、動かさないでやると上に上がっちゃう、うん、どっちかというと肘を落としてるから。押しの時は落として、はい、で押せると思う。ちょっと個人的なことになっちゃうんですけど、はい、それで実は当たるんですよね。台にこうつく時にこうこうここでちょっと当たってずれる時があるんですけど、これはやりすぎってことですか。やりすぎですね。あとそれかレストが低いんだと思うんです。ここの高さが足んない、そういうことで一回ここで構える。この高さ、この高さ、はいはい、この高さ、このここ、それでそのままに、うん、そうそう、そうすると結構高い。そうすると当たんない。本当だ。そういうことか。だからここがベース高さ、はい。真ん中つくのも下つくのも全部ここで。結構じゃあ上。そう結構上ですね。だからレストが低くせいで立ってた。次も下も一緒で、はい、みんな下ってなるとすごくこう低くしなくちゃいけないと思ってる。ああはいはい、けど実は低くすればするほどパワーなくなっちゃうんで、そこまで低くする必要はない。ない。こうやって、まあ、弱くしかつけないんで、これも一緒でこの高さ、意外とみんなここでこうやって構えて下ついた方が引けるときです。ああはい。こっちをスタンダード。はい、はい、それはこの高さに合ってる。ということは、はいはいはい、この角度でって考えるとこのぐらいでいい。ちょっと逆に高いとこから、うん、そうですそうです。こんなもんで。でさっきのキューイングの話、はい、例えば下だとキュー立ってると思うと、キューの角度、この角度を保つ、でちょっと上に行くようなイメージ。これを今度押し玉みたいにこうやっちゃうとキューがこう止まっちゃう、はい、逆にこうこの角度を保ってテイクバックしてキュー出しはそんな長いっていうか、これもイメージの話で、はい、その自分の突きたい胴点をどんだけ突っ込めるか、突くとか叩くとかいう感覚よりちょっとつぶって突っ込むイメージで考えると、タイミングもそっちに行くんで、突っ込むタイミング、突っ込み具合をイメージした状態で突く。そうです。引き玉の場合はこのレベルを保ちながらそのまま突く。そうです。押しもそのこのレベルを保ちながら、そうです。だから押しと引きとテイクバックの形は絶対違うと思うんで、右手の形肘の振り方が違う、はいはい、それを理解しないと押し引きが全く違うもん、球の角度が違う。みんな毎回一定に同じ石をするからちょっと失敗しちゃう。多分どっちかが得意っていうなってると思う、はいはい、引き玉得意、押し玉得意、はいはいはい、だそういうストロークになってる。そういうことか。そうです。でそれ両方分けられるとバリエーション増えると思う、まあ、そこからですね。そうすると例えば上のひねり下のひねりもすごくいい感じにつける。回転量をキレっていうんですか、キレを出すためのコツみたいなことはあるんですか。
やっぱさっきの話した通りのその突っ込む、突っ込み加減を同点からどう突っ込むか、まあ、一瞬の出来事なんで目で追えないですけど、イメージの世界で回転を、そうです、ただその同点を突くだけじゃ回転かかんないんで、はい、それをどんだけ突っ込めるか、突っ込ませることによって回転をかける、そうです、今言ったところを意識するとロングドローとか、そうです、しっかり押す時も綺麗に押せるっていうことです、そうです、あ、すごい勉強になりました、ありがとうございます。ちょっと下に行くよ、こうこう、まあ、こういう感じだよね、はい、こういう感じから行くと肘の関係上こうなる、ちょっと下がる、これを上の方からここからこの高さでしょ、ここから上行くと玉的に奥行きがないでしょ、薄っぺらいと、はい、で水切りしてこれをちょっとちょっと下にくい、すごっそんな急出すのいや、こんなに話そう、こんなに、強く突こうとして引きながらこうなるのは一応理にはかなってる、かなってる、これ良くないもんだと思って直そうとしてたんですけど、これでいいんですよ、全然 OK、だから肘とのバランス感みたいな、押し玉はこうなんでしょ、はいはいはい、で引き玉はこうなんでしょ、ああ、じゃあもうこれで肩が支点なんだけど、で押し玉を上に逃がそうとすると肩が支点になりやすいから、下にちょっとピッていじってあげる、そんな力やらない、ちょっと遊びでラッシャーに球先がペトってつくようなイメージ、そんな力いらない、ペトッパチンってつく、そう、これな、本当だ、全然割れない、本当だで球が寝てる証拠で、逆なんだよ、みんな、こうやってか押し玉回転かけようとしてる、こうやってはいはいはい、かかんないついた後に球先が寝てても別に問題ない、全然球に対してそこまで落ちないと思う、球の半個分だと思う、ここからここ入ってこんぐらい前しか下がんないから、こう、はいはいはい、ここまで下がんない、こんな感じ、この引き玉はね、引き玉で例えばこう縦キャンプ、はい、ズルって言ったら引けないでしょ、ああ。一緒やな、上がりますね、寝かしてる、こう
なるほど。でまあまあ、なんかこう止めてしっかりついてるけど突き終わったとこ、突き終わってるとその突っ込み方、球に対して同点どういじる振り方じゃなくて、最近のだからテイクバックは振り方、うん、あれは大事で、同点に対して、あとは捉えるイメージはそれちょっといじってあげる、スパイス加えてあげると力いかない、タッチが伸びる。いや、ありがとうございます。だいぶ今日で上達しました。